こんにちは、札幌占い美容室早回しの後藤です。100均に売ってるですね、あるものを使うと簡単に顔周りのカットができる、そんなやり方をちょっとお伝えしたいと思います。これね、100均に売ってるんですよ。で、これ櫛になってるんで簡単にこういう風に切れるんです。前髪がガードするようにここにあのクリアパネルがあるんですけど、僕はちょっと外した方が使いやすいかなと思ったんで外しました。ダッカールだけの状態です。前髪切った時に顔に毛がつかないようにここにちゃんとこうクリアファイルみたいなのがついててですね、よく考えましたよね。目尻の延長線上のところを止めましょう。止めました。三角形を作るんですけど、指3本分でいいです。の頂点と今の場所を結んでいきましょう。指3本5センチです。このような形で三角ベースを取ります。半分にまず分けます。なるべく根元側から行った方がいいんで、コームがついてますからこのままキュー、この時にポイントです。こっちに行ってたりこっちに行ってたりすると長さが変わるんですね。まっすぐの場合、まっすぐ切りたい場合はこれがこの髪の毛がまっすぐ落ちているかっていうのを確認します。こうなっていることもあったり、その人の体の癖でこうなってしまったりしてしまうと長さが左右変わってしまいます。真上に引き出して前髪を、はい、根元側からクリップを入れます。こう描く感じで、極端なこと言いますがこういう感じで切ります。いいですか。どういうことかっていうとこういう感じです。ちょっと横でやるとどうなるかっていうと、はい、頭皮に対して90度に前髪をまず上げます。頭皮に対して90度に上げてますよね。そしたら根元側から挟みます。がっつり挟みますね。そしたら少し自然にこう描く感じに、いいですかね。90度にやって、挟んで下ろすんですけど、はい、まずここが水平なのかな、そこですよね。問題は縦でちょん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 って切っていきます。このような感じで、切るときにどこをポイントにするかっていうと、ここのラインを見てください。他のとこ見ちゃうとバラバラになってしまうので、このラインを見てここに合わせてカットするっていうのがポイントです。ちょんちょんちょんちょき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 切っていきます。ちょっと内側に入れてる方があのより内巻きに前髪がなりやすいんで自然になります。頭皮に対して90度の状態に持ち上げて、またクリップで持ってきます。で、できれば先ほどよりも何ミリか長めに切った方がよりかっこよくなります。先ほどよりも何ミリか長く切ると結構かっこよくなりますよ。これ1個で切るよりも2段で切った方が毛先のバラバラ感が出るんですね。そうすると自然になります。パッツンになりすぎちゃうんですね、1個で切っちゃうと。1個でも切れるんですけど、なんで2段で切った方がより自然な感じになりやすい。そしていやちょっと顔周りもちょっと切りたいな、そんな方も結構いらっしゃると思います。美容師さんはイヤートゥーイヤーって結構 言うんですけど、ここなんですよね。この耳の付け根から上にグーッと、ここを止めます。この耳の後ろから上にグーッといったとこですね。はい、止めます。一度コームで溶かしていただいて、乾いてる状態で切った方がいいです。乾いてる状態はどうやって作るかというと、シャンプーして乾かした状態です。寝癖がついてる状態では切らないでください。これを挟みます。これ一発でいきます。挟んだ状態でくる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 、顔の方に持ってきます。こういう状態になります。綾波レイみたいな感じですね、エヴァンゲリオンの。まあここでくる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 持ってきます。ここがまっすぐなるぐらいです。いいですか、まっすぐ。そこで、ちょん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 って切っていきます。まっすぐなるぐらいのところで切ります。いいですか、ここ切っちゃいます。ちょん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 って、シャギーが入ったこう前髪がね、はい、自分でも作れるんですね。で、こちらも同様にですね、ちょっとやっていきましょう。これ自分でも、まあ僕はね、このウィッグやってますけど、これ自分でもやること全然できますから。はい、コームを入れたら、挟みます。なるべく根元側から挟みますね。そしたら、ゆっくり縦に持ってきます。縦に持ってきたら、そのまま、まっすぐなったらそこをカットしていきます。ちょん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 、はい、ちょん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 。で、やってほしいのが長さを再度合わせてほしいんですね。同じ長さになっているのかなっていうのを確認してください。で、なってなかった場合はもう一回切ります。もう一回このように切ってください。何回かね、一回で切るの難しいので、何回かちょっとこういうふうに切っていただくと
このようなマッシュベースのスタイルが簡単に作ることができます。そうするとここがね、こう流す感じにもできるんですね。これ実はこれ流れるんですよ、バッグに綺麗に。わかります？これ流れてるの。こういう風に流れるスタイルにもできるんですね。ここは綺麗に、これだけでこんな簡単なことでできちゃうんですね。はい、下手したら美容師さんよりうまく切れるかもしれない。そんなような切り方のご紹介でした。一般の人向けにいろんな情報を配信していきたいと思うので、皆さんチャンネル登録お願いします。それから、シェアとかね、いいねしていただけるととてもありがたいです。今度やるのはですね、究極のパーマ、前髪教えたくはないパーマの前髪パーマですね。失敗しない前髪パーマ、これはやばいですね。この情報は結構やばいかなと思うので、失敗しない前髪パーマ方法、これ素人さん知ってる人いないでしょうね。あんまり教えたくはないんですが、その情報を、配信していく予定です。はい、皆さん応援してください。今日もお疲れ様でした。バイバーイ。